どうも、花房皮膚科花房です。今日は、皮膚がんについて解説させていただきたいと思いますね。まあ、皮膚がんっていうとね、実はもう、100種類とか、まあ、それ以上あるので、まあ、この短い動画で全部説明するのは到底不可能なんですけど、まあ、あの一般的な傾向とか注意しなきゃいけないポイントっていうのを、まあ、かいつまんで説明していきたいなと思いますね。まあ、どうしてこういう動画を撮ろうかと思ったかっていうと、実は皮膚がんってなぜか全世界的に急上昇中でして、すごく増えてるんですね。例えばこの30年で2倍に増えてるっていう報告もあるんですよ。まあ、それってかなり おかしいっていうか不思議なことだと思いますよね。まあ、いろいろこう、高齢化の影響とか、あとはまあ肌を焼いているのが流行った時代と重なるからとか、まあ、いろいろ説明されてるんですけど、とにかくその相当増えているこう病気であるっていうことを、一つ申し上げておきたいと思いますね。まあ、日本にもでも当然すごく増えているわけですね。で、まあ、さっき、まあ、ものすごく種類があるって言ったんですけど、まあ、代表的な、4つというと、これはですね、まあ、一番多いのは基底細胞がんといって、まあ古典的にはこうほくろみたいなこう結節ができて、徐々にこう広がっていくっていう、病気なんですが、まあ、それが一番多いです。で、次に多いのが、まあ有棘細胞がんといって、皮膚の、角化層にある、有棘細胞っていうのがこう悪化していくものですね。紫外線による影響なんかが、すごく大きいと言われているものですね。高齢化に伴ってすごく増えてきています。その2つで大体、まあ、半分を占めているのが現状ですね。その他、多いものとしては、メラノーマ、悪性黒色腫と呼ばれるものですね。まあ、日本人だとこう足の裏とか手のひらとかにすごく多いと言われているんですが、その他、まあ顔とか体とかその他の部分にできても、まあ、全然おかしくない腫瘍ですね。これはね、皮膚悪性腫瘍の中でも最も、危険なものの一つなので、特に注意が必要なものですね。でもう一つは、乳房外パジェット病って言って、まあ、陰部とか脇とかに赤いこう発疹ができて、まあ、それがずっと治らないような、病気なんですね。だから、まあ、乳房外パジェット病なんていうのは初めて聞いたかもしれないですけど、脇とか、まあ、乳房にできることもあって、そっちは乳房パジェット病って呼んでるんですけど、乳房のあたりとか陰部のあたりにこう湿疹みたいな赤い発疹ができて、それが長期間何ヶ月とか何年とか残っているようだと、それはもうすぐに皮膚科に行くべきですね。そういった、ね、代表的なものがあります。その他にも、ね、無数に、種類があるんですけど、特に多いのはその4つですね。で、あとね、有棘細胞がんに関しては、その有棘細胞がんの一歩手前の、日光角化症っていう状態がありますね。で、日光角化症っていうのは、まあ、特にこう顔とか手肺とか紫外線を浴びる部分に多いんですけど、これもね、カサカサした湿疹みたいな赤い斑点が、長期間残っているのが特徴ですね。で、まあ、病院に行っても、まあ、普通の湿疹かなっていうことで、ステロイドのつけ薬もらったりするんですけど、まあ、一旦ちょっと良くなってもまたこう繰り返すっていうのが特徴ですね。だ、そういったものがある人は、皮膚科の専門医のところに受診して、そういう日光角化症じゃないかっていうのをチェックした方がいいと思いますね。日光角化症なんかもね、最近猛烈に増えているような、印象がありますね。で、まあ、統括して申し上げますと、そういう皮膚がんっていうのは増えてきているので、例えばそのもう70歳とか、80歳なのに顔に急にほくろができたとかってなると、それはやっぱりね、なんかおかしいっていう風な感覚を持っていただきたいんです。ほくろは当然新しくできることがあるんですが、そういう高齢者になって新しい大きなほくろができてどんどん大きくなっていくっていうのは、それはね、やっぱり、ね、普通じゃないんですよ。だからそういう場合はすぐにね、病院に行く必要がありますね。あとこう陰部のあたりとかも皮膚腫瘍が多いんですけど、それはね、もう恥ずかしくて病院に行きたくないわっていう人が多いんですけど、それはね、我々医者はもう見るの慣れてるから、遠慮せずにこう来てもらった方がいいかなっていうふうに思うんですね。
あとこうシミと見分けが難しいのは、悪性黒死って言ってメラノーマ の、一つの病形と、あと氷剤型の、基底細胞がんとか、そういうのは、ね、シミとすごい見分けが難しいんですね。だシミっていうのも、まあ、急にできたとか、やたら大きいとか、濃淡があるとか、もう数ヶ月でわっと成長してくるとかいうのは、もうそれはやっぱりおかしいので、すぐに皮膚科の方に相談するべきですね。だから、まあ、ちょっとあまりにこう、テーマが大きすぎてまとめられなかったんですけど、まあ、強いてまとめるとそんな感じになりますね。非常に増えてきているので、ぜひ注意がしていただきたいかなと思いますね。まあ、何かありましたらぜひご相談ください。どうもご視聴ありがとうございました。